ヘイヨー、ヘイヨー、ケンツメッシです。今日はですね、バランス調整の情報が来たので、そちらについて触れていこうと思います。余談なんですけど、今日ね、虫眼鏡さんと麻雀プロのね、内川プロとね、麻雀してきました。いやー、最高でしたね。また詳しくは今後、動画で話そうと思います。ちょっとね、窓開いてるんで、ポロチンみたいなやつが外通ってったわ。ということで、早速見ていきます。で、まず普通に、まあ剣詰視点で、触れます。で、その後に格上が移動視点、で、もう一回ね、喋ろうと思います。ということで、最後まで楽しんでいってください。ということで、見ていきましょう。はい、まずボーラーリワークですね。これ前さ、ロケット方式が弱体化された時にさ、ボーラーがさ、ロケット方式に一生攻撃できなかった動画あったじゃん。俺がボーラーリワークしろよっつったら本当にリワークされたわ。ターゲット認識距離 20% 減少、投石距離 25% 増加、ヒットポイント 8% 増加。どういうことかっていうと、ボーリーが岩投げると、その岩が今までよりも 25% 先の距離まで届くようになりました。その代わり、ボーラーが岩投げる認識距離、自分のテリトリーが 20% 減少ってことですね。なので、今までよりもボーラーが相手に近づいて攻撃をするんですけども、後ろに対しての岩がすごく遠くなったって感じかな。どういうことかっていうと、調整後は橋を渡った場所からタワーに攻撃が届くようになりますってことなんで、マジックアーチャーで相手のユニットを貫きつつタワーに攻撃みたいになったじゃないですか。あんな感じのことが、しやすくなった。さすがにマジアーチャーほど射程はないんですけども、この岩がね、疑惑のタワーに届くってことがあるので、ボーラートビネとかはちょっとあるかもしんないですね。まあボーラーはこれで使われるように、やかましすぎる。ちょっと閉めますわ。さすがにやかましすぎたんで。なので、ボーラーは今後ね、増えるかもしんないです。その理由はね、もう一つあるので、この後さしゃべります。さあ、次、ディガタワーへのダメージが 35% から 30% に減少といったところで、そうですね、はい。呪文がですね、呪文のタワーダメージも減るんですけど、それも後で詳しく触れるんですけど、要するにそういう感じで、タワーに対しての直接ダメージダメよーって感じの、加法です。まあ、ディガーに関しては、結局使う人が上手いんで、まあ、ダメージ減少痛いけど、言うて、ディガーはまだ使われそうな感じはしますね。ディガポイとかはね、減るかもしんないです。さあ、続いて、見慣れ死に対ダメージ 6% 上昇。これ6体出るから、それぞれ1体ずつね、8% 上昇なんで、総火力はめちゃめちゃ上がったんじゃないかなと思います。で、現在2体と4体でセパレートできるので、まあ、ジャイとかに対して、このミナレシン体4体に出すと、まあ、8% ずつ上がるって感じで強いですね。で、ヤギゴブ一応ワンパンできるようになったって感じですね。まあ強いと思います、これは。まあデッキ自体かな。ただ、ボーラーがね、リワークされたことによって、まあ、ここのミナレシン体とボーラーね、ポケットモンスター、ミナレシン体、ボーラーって感じになってるんで、それがちょっと難しいかもしれないですね。また、環境後に触ってみたいと思います。さあ、続いてこれ、コウモリ。攻撃速度が 1.1 から 1.3 へということで、5体いて、今までピチ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 言ってたんですけど、それが若干遅くなるよって感じで、コウモリが出たことによって、ボーラーは使われなくなったんですね。ボーラーに対して、コウモリ出せば簡単に処理できてたので、そのコウモリが弱体化食らうってところで、ボーラーを使わせたいのかなっていう感じが若干します。これはコウモリね、まあ強いって言われてたので、これは妥当な下方修正だと思います。まあバルーンで今まで右残りで処理できてたものとか、まあそういう、まあユニットとかに対しての火力が減るので、コウモリもこれ使ってみんとわかんないけど、ちょっと今までのようにコウモリ最強っていうのはあんまできないかもしれないですね。ただまあ唯一無二のニコスソラユニットとしてはまあいいかなと思います。続いて、ウッド。距離が 9% 減少って言ったところで、プリンセスに対して、まあ、ウッドを打ちたいっていうね、場面があった時に、まあ、届かんくなる場面もあるよね。今までギリ届いてたところが届かなくなるってところで、よりね、ウッドを大事に使わないといけない。あとは、ディガープラスウッドで、相手のギャングを読んだりとかするときとかに、手前とかじゃなくて、なんか、結構さ、奥までさ、踏み込んでさ、ウッドバーンって、なってたところあるんですけど、まあ、そこに対しての下方ですね。
相手のタワーにヒットするときには、ウッド橋直前のタイルに展開しなければならなくなりましたといったところで、まあ、初手ウォールブレイカーとかに対してね、ウッドファーンって打つときも、かなりね、高めで構えないといけないのかなって感じはします。あとは、ゴブリンバレルに対してウッドを打って、そのままね、橋前のプリンセスまでウッドが届いていたみたいな場面があったと思うんですけど、それができなくなったので、プリンセスがいる状態で、後ろギャングとか飛んできたら、まあ、ウッド打って、プリン届かないみたいな部分もあるので、枯渇デッキの採用がね、増えたりするのかなっていうふうに思います。まあ、ウッドは減りはしないと思います。はい。ただ、使うタイミング、使い方が、前よりもやっぱプレイングスキルが問われるかなって感じです。さあ、続いて、ロイヤルデリバリー、ノックバック効果廃止です。まあ、強すぎたよね。この、ボーンっていう。なんで、ノックバックがなくなることによって、まあ、バールーンの防衛だったりとか、まあ、ユニットに対してのね、防衛。やっぱ、ノックバックしとる間に、タワーだったり、他のユニットがね、攻撃を与えてたという部分では、かなりね、大きな弱体化を食らったと思います。そして、新鋭隊がね、ダメージ 8% 上がったので、一応、デリバリーから出てくる新鋭隊の火力も上がってるって感じですね。いや、これに関しては、デリバリー、まあ、言うて、ラバーパピー処理とか、まあ、なんだかんだ防衛で使えてたんですけど、前ほどね、出すだけもう呪文界のチンパンだったんで、こいつは。まあ、これによって、またこれも使いどころがね、変わるかなっていう感じで、ウッドとデリバリーが、かなり変わったので、まあ、採用率が下がってくると、枯渇デッキとかね、増えるかなって感じはします。さあ、続いて、タワーへの攻撃弱体化、タワーへのダメージが 35% から 30% に減少。呪文は昔からゲームの中で最も人気より効果的なカードです。呪文の種率が非常に高いのは素晴らしいことだと思いますが、対戦相手のタワーの隣になる部隊を攻撃するように使われた場合には少し効果が高すぎます。そして時に、イライラするスペルサイクル、まあ、呪文デッキですね。を生み出していることも誤って、今シーズンのタワーのダメージが若干軽減されましたって感じで、まあ、パーセントで見たらね、ほーんって感じだと思うんですけど、実際に、タワーレベル9の数値で、見ていこうと思います。こちらです。これが多分、レベル9ですね。うん。のダメージ。矢の雨が108から93。雪玉が56から48。5が201から172。フリーズ34から29、307から264、はい、ポイズ216から184、ロケット432から370、ウッド84から72、ザップ56から48。クソでかいね、これ。クソでかいし、もう一回呪文ダメージを思い直さないといけないんで、ゴロ、今作っちゃうか、臭い矢の雨、私は雪玉、死は。イナニーファイを。肉食いたい。フリーズ。264。ニロシ。わかんねえ、知るか。バカ人。216から110。180。イパシポイズン。サナオロケット。ナニーウッドですね。シハザップ。はい、こんな感じです。はい、ゴロもね、ちょっとまた考えていきましょうか。っていったバランス調整で、ディガポイとかで、シンプルにディガーのダメージ 5% 加砲と、まあ、ダメージのね、呪文のダメージ加砲で、まあ、ポイズンウッドディガーとかで削っていくデッキとかだと、まあ、チギも積まればヤマトナデコ、略してチギ積もヤマトナデコって感じ。もうね、噛んだし最悪だよね。となると、ちょっとダメージの、このダメージ減少はでかいかな。あとは、まあ、タワーへのダメージなんだよね。まあ、ロケットとかも、まあ、チエンテスラクロスとか枯渇デッキとかのね、まあロケット削りって言われてたものが、まあ、若干軽減される感じかな。まあとはいえやっぱロケットとかは強いと思うんですけど、まあダメージがねこんな感じ加砲されたと。でトルネードとアースクエイクは変わんないんで、まあクエイクホグとかは、相変わらずね呪文削りはしていけるのかなって感じします。ちょっとこれに関してはね大幅すぎるね、あのアップデート、なのでどうなるんだろうね。とりあえず、まあでも、ディガポイとか、そういう感じのデッキが弱体化されたかな。だから、神技デッキとかは強そう。もともと中型呪文が入ってないよっていうデッキとかは、かなり強いと思うし、まあ呪文の使いどころっていう部分のもね、よりユニットに対して打つことも増えるのかなって感じはします。まあ、慣れっちゅうのは怖いんでね、まあ言うてみんなすぐ慣れてしまうかもしれないかなってのも一つあります。ボーラーがね、どこまでやってくれるかっていうのは正直見物ですが、まあ、トリトンが強いし、まあ、何よりね、ヒールスピリットがね、ハゲてるあいつは。ヒースピが加砲されないんで、ちょっと難しいよね。コウモリ減るかな。
ヒースピが解放されないんで、まだまだは変わんないかな。ボーラーは言うて、投石距離が 25% 増えたところで、相手のホグ単体とかに対してのあれだったりとか、あんま変わんないですね。ただ、ボーラートルネのスケルトンラッシュが強いと思います。で、今回ね、お気づきだと思うんですけど、ディガーとか、そういうね、呪文とか、タワーに直接ダメージ当たるカードが解放されたんですけど、ゴブリンバレル、スケバレ、あとはスケルトンラッシュですね。そこら辺のダメージが解放されたいので、ぶっちゃけ、なおさらこれスケルトンラッシュが増えてくんのかなって感じはします。はい。スケラ環境来そうなんだよな。しかもボーラーが入ってるやつとか。まあ、ボーラーもね、どのように使うかっていうのは難しい。まあ、ザッピーもね、強い強い言われてたんですけど、結局みんなで無理やり使ってただけなんで、まあ、ボーラーに対してどうなるか分かんないかなって言ったところです。キーグさんって方が、やってくれてるので、ぜひこちらクリエイターコードね、KIR と打てば、キーグさんのね、モチベーションにもつながりますといったところです。こんな感じで、とりあえず、やってみないと分からんっていうのはあるけど、それぞれね、加工してどうなったのかなっていうのは、また話していこうと思います。まあ、ダメージが変わったのは、タワーに対してなので、ユニット同士の、攻防だったりはそこまで変わんないかな。ボーラーがどこまでできるかっていうのを、まあ、見ていきたい。あとはみんなが親衛隊とボーラーのね、この関係値っていうのを考えていきたいかなという感じです。8月15からね、リーグ始まるんで、8月にバランスを作るんですよね。割と大幅な弱体化をさせてきたんで、2v2 だったりとか、まあ、リーグのデッキとかもね、結構考え直さないといけないかなと思います。ということで、ここで、以上、剣詰めし視点からの動画を終わります。続いてですね、格上ガリド、このシーズンやりました。そんな剣詰めしの、まあ、カンストとかじゃなくて、あくまで格上に対してね、まあ、一般ユーザーはこのトラタイが多いでしょう。その意見からいきましょう。ボーラ。お、マジ、ふざけんなってめえ、ハゲてやがって、お前。おい。ふざけんな、マジで。おい。絶対これあれじゃん。初手後ろからボーラー、カンストジャイ、ガゴーっつって。絶対増えるやん。ふざけんなよ。待ってよ、でも、カンストエリバムに対してボーラー出せば、守れるんじゃね？いや、待て。どうせレベル低いし、奴らね、エリババフリーズとか、エリババレイジザップとかやってきて、どうせなんかボーラー消されそうだし、言うてね、ターゲット認識距離が減るから、今までと変わんないし、ふざけ倒せっつってな。絶対こっちのさ、ユニットが全部ボーラー取るので削られて悲しいことになるだけじゃん。ヒットポイント増加してんじゃねえっす、ハゲ野郎っつってね。続いてディガー。んなもん使ってくるやついねえわ、ハゲ。まあ、とはいえ、もしかしてこの 5% に救われることはあるかもしんないから、まあ許しちゃうわ。親衛隊。親衛隊もね、どうせ出てくるでしょうね。カンスト親衛隊、フェーンっつってきて、8% 上昇でもう、火力の暴力でもう全員ダクプリ。ダクプリ6体出してくるかな、こいつら。6コスでダクプリ6体はやりすぎです。ふざけんな、ハゲ。どうせお前、そのなんか被ってるな、外したらハゲなんだろ、お前。知らんけど。コウモリ。使ってきたやつ見たことないね。ガゴ群れがガゴ。コウモリなんか使ってこない。関係ありません。さよなら。ウッド。まあ、別になんか、相手ウッド使うタイミングおかしいし、いなくね。はい、さよなら。デリバリー、わー、もうマジさ。格上狩りといえばデリバリーは俺らの味方だったろうがよ。何が廃止だ、レベルス廃止しろ言うてな。何が親衛隊ダメージ 8% 上昇や。その前にこっちレベル乾燥してないから上昇値がまず足んねえんだよな。まあ、とはいえデリバリーにね、まだお世話になるかもしんないから、まあ、それもまた使ってから言うしやろう。そして、呪文ですね。呪文に対して思うことは。最高。最高です。はい。カンストファイボとカンストロケット。あれ、兵器だから。マジ、古代兵器って感じ。マジで。あれ打ち込まれるだけでなんかもう違うもんね。だって元々最初からロケット一発分ぐらいのさ、タワーの HP 差あるから、そこをね、ある状態だったんで、マジ格上の呪文ほんと、頭おかしいからな。マジで呪文打たれるだけで負ける気するもん。そういう部分では、ちょっとね、ここはに関してはいいことしたわ。ただ、ボーラー J が増えたりしたら、マジ指せねえなって感じです。ということで、今回のバランス調整ね、こんな感じでまとめていきました。まあ、全体の総括としては思い切ったことをやったなっていう感じはするので、また新環境模索だったりをね、しっかりと動画で出していこうと思います。まあね、エンディングとかオープニング変わったんで、エンディングにあるね、俺の結構いろんなアカウントとかもね、ぜひフォローとかね、登録してくれると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、皆さんの意見も聞かせてねー。バイバイ。